労働公園労働公園は中国両年省大連市の中心部に位置する市内最大の公園。南に緑山を望み、北に大連駅が位置する。休日には家族連れでにぎわう池を取り巻く庭園が美しい労働公園を見下ろす面積は102万平方メートル。多くの植栽により多種類の花や木など緑あふれる憩いの場となっている。 池や庭園なども配置されるほか、ゴルフ場、テニス場、スケート場、小動物園、遊園地などの娯楽施設もある。特に柳の木が美しい景観をなしている。時期により様々な花が楽しめ、5月のチューリップ、10月の菊などが美しい。また、日本から送られた桜や芝生なども見られる。園内にあるリフトに乗ると、大連テレビタワーの前にたどり着く。 1899年、帝政ロシア咀嚼時代のロシア人による竣工当初は大連市政郊外に位置することから、西公園と名付けられる。1905年に、日本軍が大連を占領し、日本人らの手によって、ゴルフ場、プール、乗馬クラブが増設され、当時トラを飼育していたことから、老古公園と呼ばれた。その後、 大連区自体も拡張され市の中心部に位置するようになったことから中央公園へ名称を変更。中華人民共和国成立後中国政府は国民に労働の義務を課した。中央公園も改修され池のほとりに労働創造世界の石踏みが掲げられた。このことから名前を労働公園と解消し今に至る。バス停、労働公園下車すぐ。 ありがとうございます。